ちょっと僕は好きで。あ、そうですか。需要制限に参らせていただきます。さっきと同じ76ページ。それでは参りますよ。いきます。我今幸いに誠の実りを聞いて限りなき命を賜り、如来の大悲に抱かれて安らかに日々を送る。慎んで深き恵みを喜び、尊き御教えをいただきまつらん。現法王様にしても、または、さきゃリンポチェ、芸家にしましても、その他多くの任魔、派の、お坊さんたちにしても、
あとは、瞑想して修行する方々にしても、または、巡礼をするチベット人の方々にしましても、全、教派宗派の、方々の、がこの私たちやったお念仏で、私たちは、まあ、浄土真宗は祈るということはしませんけれど、どうか、仏様のお救いの御教えによって、なんとかチベットの人々がかつて100年前に大谷探検隊を助けてくださった一宿一飯の恩義ならず、10年間で言ったら一宿一飯じゃないですよね。もう10年いったらもう何千杯となりますからね。何千杯になるでしょうね。その恩義があります。なんとかして、日本人というのは恩返しの民族になりますから、台湾の人たちが日本に震災の時にね、200億円送ってくださいました。そのお礼に、この前台湾で地震が起きた時に被災地の人たち、今でも被災地仕事がない人もたくさんいます。いや、なかなか苦しい状況の人もいます。なのにみんな財布から1000円出してダッと入れてるんですよ。これいただいてくださいって台湾の人で、台湾の人たち、いやそんな被災地の人が大変なのにもらえませんって言っても、いやいやあの時のお礼いいねって言って出したって言います。いやーすごいなと思いましたよ。まあで、まあとにかく、どうかこの知恵のエッセンス、梵教の独占の教え、これを書いたとは、確か森、高彦さん、今箱寺高彦さんって名前変わったんですけどね、なんかシャルザタシギャルゼン、ロポン天神ナムダクさんの本で、この本に出てくる人々で、若くして亡くなった住職さんの話なんですね、盆の寺の人で、確か。で、面理総員の方だったかな。まあ、すぐにちょっと名前出てこない。まあ、このロポン天神リンポチェやトップギャルであれば、コルポ、デルゲ、アムド、ギャルテン出身の人々や、1963年、メンリ総委員長、シェーラップ・ドゥルトゥ、芸会にしましても、多くの人々が、インドに逃れられた後、とても苦労されました。で、まあ、とにかく日本ではダララマ法王様が知られてますけれど、今、世界的にはカルマパっていうお坊さんがすごい名前知られてるんですね。で、この人は、まあ、とにかくその中国でも人気がありまして。なぜかというと、その人は中国から同じように亡命したんですね。で、亡命する前に18歳まで、まあ、チベット、中国でも、まあ、布教されて、で、その時にたくさんこうファンが増えました。だから亡命した時、中国人も嘆いたんですよね。あの人すごいいいお坊さんだったのに。でも彼としては何とかしてダライラマ法王のところで学びたかったと。で、逃れられたのと、今インドで一生懸命勉強されて。だからダライラマ法王様の、その、が今、だいぶ80歳になったんで。なんとか次世代の僧侶でその後チベット難民を引っ張っていく人が必要だっていうんで、このカルマパというお坊さんが、なんか注目されてるんですね。次はこの人が、チベット人を引っ張っていくリーダーになるんじゃないかと。ですけれど、まあこの人としましては、まあなんとかこう中国とチベットをなんとかね、この人だけじゃないんですけど、多くのチベット人はそんな中国をもうめちゃくちゃやっつけて独立戦争をやってチベットを独立させようなんていうのはもうないんですね。最初の頃のチベット難民は確かに、チェシェガントック、というそのチベット版の騎兵隊みたいな組織が、戦ったりとかして頑張ったんですけれど、まあ、それも負けちゃいまして、でその後はもう武力闘争はもうなくて、今は何とかして自治権を拡大しようというのに方向は変わったんですね。これまでスコットランドと一緒です。スコットランドは独立だとか違うか、まあ、とりあえず何とかその自治権を獲得しようという、何とかこう例えばそのチベット人と、漢民族だと給料が違うんですね。チベット人だと時給500円で、漢民族だと時給1000円だったら嫌ですよね。例えば皆さん広島に仕事に行ったとしますよ。お前山口県の人間だから時給50円だったら嫌ですよ ね。で、そういうのがあっちゃいけないわけですよ。日本じゃそんな差別みたいなことは絶対にやめましょうというふうになってるわけですから。で、中国もまあゆくゆくはまあ本当に中国が近代国家になってオリンピックする資格がまた冬のオリンピックやろうと思ってますからね、あそこ。で、それやりたいんだったらどうか平和の祭典なんだから、なんとかそう自分の国の中用してからでやってくれと、まあ、僕は思うわけです。個人的な思いです。これは私の個人的な思いです。で、まあ思うわけであります。
まあ、なんとかして一日も早くチベット人の人々が平和になって日本に来るとき堂々とパスポート、自分の国のパスポート、まあ、チベットが独立した場合チベットのパスポートか、またはそのチベット人はチベットの、あのパスポートを持ってもいいよって中国が言うてくれて、半分独立半分自治という状況でもいいんです。そういうふうにもなっていけばと思います。簡単に言うと、例えばイタリアの中にバチカンという国が一つあるように、なんと、もう一つイタリアの中に小さい国ありますね、ちょっと名前忘れましたけど、三、なんたら、四国というか、もう一つあるんですね。あと他にもドイツの中にも一つもう一つ国ありますよね、リヒテンシュタイン。あんな風になっていったらいいんですよ。だからあんな風になれればなと僕は思っています。これは個人的な思いです。とにかくチベットに平和を、チベットがもう一回国際社会に復帰できるように心に願うわけです。ありがとうございます。失礼いたします。